バンバ魂！ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。さあ皆さんこんにちは、栗谷正弘です。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分間はジャガーバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一最高に楽しい帯広競馬場で開催されている万栄競馬の楽しさを皆さんにお裾分け、そして万栄特価値の魅力もお伝えできればと思っております。バンバ魂ではメッセージも受け付けています。今日のメッセージテーマは、あなたは写真何枚持っていますか？結構必要なんで気合が入るからね置いてかれそうだ携帯の中に入っている写真の枚数、現像をして持っている写真の枚数、思い出もあれば一緒にね送ってください。すべてのメッセージは jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお送りください。置いていかないでねね、荷物少なくしてあげるから。はい、ありがとうございます、ね。はい、お尻を追いかけてきてください。番組内では、メッセージご紹介させていただきますと、皆さんに万栄オリジナルグッズをプレゼントいたします。プレゼントを希望される方はお名前、ご住所、電話番号を記載してメールをお送りください。再放送を聞いてくださっている方もね、送っていただくことはできますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お待ちしています。この番組は土曜日と日曜日に再放送もしておりますのでね、どうぞよろしく。エピオンは、はい、写真何枚ぐらい持ってますか？私携帯は、思い出は心の中にタイプなのであんまり撮らないんですよね。女子みたくかわいいとか撮ることないんですけど、女子じゃないからな。女子です一応ね、一番端っこだけど。でそんな中でも必ず撮るのが町村でイベントとか行くじゃないですか、そうするとそこのご当地キャラクターがいて、そのキャラクターとは写真撮るあと旅行に行ったら動物園に行って動物と撮る。私の携帯には人はいない、動物とキャラクターばっかりっていうね。動物そう、あとね就活を始めたところなので、3年ぐらい前から、なのでアルバム捨ててるんですよね今ね。なんか、残ったら困るかなって思ってなんかちょっと違う話になったけど、はい、栗は何枚ですか？いや、ね、何枚持ってますか？携帯には3710枚、私200枚ぐらいだった携帯の中でその3700枚っていうのは今の携帯だから、だから携帯に何台もあるから、それ携帯を変えるたんびに、パソコンに落としてんだよね。豆ですからね、豆だよね、本当に豆。例えば、その今ある携帯の中のパーセンテージでいくと、何の写真が何パーセントとか何の携帯がどのくらいとか分かるんですか？まあ今携帯見てるし今ざっくりだけど、多分ね、一番多いのはやっぱり料理かな。出た、自分で作った料理撮ってるやつ。上手だなと思って上手で美味しい、自分の料理はめちゃくちゃ美味しい。あ、そうですか。そう、あとは、ビールの写真。食べ物？人はね、あんまり僕はあまり人と撮らない。家族は盗撮してる。やだな、家庭内盗撮。いや、家庭内ではあまり撮らないけど、いや娘とか嫌がるから、嫌われてるの家族で？いや、そんなことはないと思うけどパパお金ちょうだいって言うから嫌われてはいないと思うよ優しい恐喝だね言っちゃうよみたいなそうでずっと携帯見てるんですけど今でも。いや、いろんな写真あるなと思ってさ。その中に私の写真はありますか？ないよ早くだって撮ったことないじゃんそりゃそうだ、確かに。なぜ写真かというとですよね、はい、今日のテーマなぜ写真になったかというと、うんまあ、コマーシャルの後にはね、はい、万栄競馬を撮り続けて15年、写真家の山岸伸さんのインタビューをお送りするからなんですね。そうですね、山岸伸先生はよく梶山さんの番組にはもう出演されて長いですよね、うん、山岸伸さんは、はいまあ、大体撮ってますよ。本当に僕らをときめかせたアイドルとか女優さんとかグラビア、はい、中でも思い出はお世話になったんですね僕、うん、いや僕はね持ってはいない。よく雑誌とかではね見てはいましたけど、写真集とかって僕持ってないので、うん、なぜか誰かが僕に預かっといてくれって言ったヘアヌード写真集はありますけど、はい、お世話になったんだ。何でそのお世話になったってダメだね、こんなこと言ってしまったらダメだと思う、はい、はい、すいませんでしたね、落馬状態になってますけれども私、はい、では皆さんぜひ、皆さんはね写真何枚ぐらい持っているのか、メッセージを送ってください。コマーシャルの後は山岸さんのインタビューをお届けします。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー。機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。競馬に競輪、オートレース楽しめちゃうのはオッズパーク。競馬競輪オートレース楽しめちゃうのはオッズパークだけさ。オッズパークだけなの。競馬に競輪、オートレース。オッズパーク、今すぐダウンロード。バンバ魂。改めて皆さんメッセージ募集しております。あなたは写真何枚ぐらい持ってますかね、お気に入りの写真など写真にまつわるエトセトラね、送ってください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jga@jga.fm です。僕より多いですか？3800枚ぐらいですけれども、少ないですか？教えてください。お待ちしています。それでは今週は山岸伸さんのインタビューをお届けします、はい、杉山さんプロフィールのご紹介をお願いします。はい、写真家山岸伸さんは俳優やアイドル、スポーツ選手や政治家などポートレートを中心に撮影している写真家です。グラビアや雑誌、写真集など400冊以上の撮影を手掛けていらっしゃいます。また現在十勝観光大使を務めていらっしゃいまして、万栄競馬を15年以上も撮影続け、そして北海道遺産万栄競馬やバンバ万栄競馬を出版している万栄競馬ととても深くつながりのある写真家なんですよ。うん、なんかやっぱりそういうグラビアだとかとそのバンバの写真というのも相通ずるものがありますよね。そう、すごく発信力があってSNS とかいろいろもう各地に行って十勝にある万栄競馬ということを一生懸命こう広めてくださっている。写真だけじゃなくてね、はい、もうすごい貢献をしてくださっている十勝観光大使でもいらっしゃるんですよ。バンバの写真からも、それからね、うん、ダイナマイトなバディの写真からもこう息遣いみたいなねものを感じますけれどもはい馬のね、まあ馬の息遣いもあるし、ねうん、その女性のねそのなんていうのかな、なんともこう生めかしいとか強さも感じるよ。まあまあインタビューを、ねうん、その方がいいと思う。ぜひお聞きいただきたいなと思います。2回に前半後半あるんですけど、今回は前半をお聞きいただきます、はい、山岸伸さんです。よろしくお願いします、はい、こんにちは、ね、ありがとうございます。山岸先生が万栄競馬の撮影を始めた頃っていうのは、はい、2006年くらいになるんですよね。旭川からですね。まだ4種だった時なんですよね。それからだと16年ぐらいになると思うんですけど、はい、ということは万栄競馬の激動の時をずっと見てきた。一番最初ね、はい、野田さんっていう野田社長っていうね、ひげと眼鏡の元イエローキャブのね、はい、社長が一回ちょっと馬の格闘技見に行こうよって言われて、で来たんですよ。それが初めてのレース見ても感動はその時なかったんですよ。っていうのは僕は本当競馬もしないから、うん、でスピードないじゃないですか、はい、ところが朝調教っての行ったら、はい、うわすげえと思って。何がすごかったんですか？いや見るものすべてですよ。まずは日本じゃないみたいだった、うん、景色が馬と僕はだから馬のいる景色を撮ってる。みんなは万栄競馬って言わないと分かんなかったから万栄競馬の朝調教を撮ってますって言うけど、はいはい、本当は馬がいる景色なんですよ、うん、だから馬がいない景色は撮ってないですよ。朝調教を見て馬に見せられてそれから撮るようになったって言っても、でも先生はずっと人を撮ってきたわけですよね、うん、人を撮ってきて馬を撮るっていう変わらないね。あ、そうですか。人と馬はどう違うのって言ったら、はい、まあ喋んないか分かんないけど、はい、こっちも馬に接する気持ち馬もこっちに接する気持ちって同じにあると思う。昨日たまたま谷さんっていう調教師にね、はい、乗せてもらって、あ、先生はあんまりソリに乗ってくんなかったよねって言われて、そうなんだよねって、俺人信用しないからソリに乗るには相当信用お互いのねなんかがないと乗らないよねって言って、ここ3年ぐらいは谷さんが一回こう回ってくれるんですよ、はい、でそれに乗せてもらってこう谷さんと本当になんか世間話と馬の話をしながら終わるんだけど、うん、馬も本当に好きじゃなかったっていうか、最初の頃は臭いなとか思ったり、はい、なんかすごくなんかそういうことに対して抵抗があったんだけど、野田社長が紹介してくれた方がね、古舘さんっていう方が昔いてね、はい、でその方に紹介してくれたらその方がすごくよくしてくれて、はい、で僕次も来たいんですよって、どうぞいつでもいいですよって言ってくれて、うん、じゃあ行くかみたいな帯広行くぞみたいな来てたわけですよね。で撮るとねちょうどね万栄競馬撮り始めた頃に写真がデジタルになりつつあったんですよ。パソコンですぐ見れる、はい、いや俺うまいじゃんっていうチェックしながらってことですね。そうそう、俺うまいねって馬も撮れるんだと思って、だんだん入っていった。その時ですか、この長いキャリアの中で馬の写真を撮って、うん、そこから始まったって。でも人ってああしてこうしてっていう、まあ、素人から見るとポーズを撮ってもらったりとか言葉で通じるのかなと思うんですけど、うん、馬って通じないですよね。それは馬との距離感って、はい、だから僕の写真はちょっとみんなと違うのはみんなよりも望遠レンズで撮ってるんですよ。近くに行かないということですか？行かない。で行っちゃいけないっていうのもこう叩き込まれてた、はい、まあ危ないんだよって。いつも新しいカメラと新しい望遠レンズを持ってきて距離を置きながらこう風景をこう撮ってる。だから会話も何もなくても馬が来るじゃないですか、はい、来るところに自分がいればいい。あ、そのキャッチするっていうのか、そのやっぱり瞬間ですよね。あ、そうですね。だから運が良くないとさっきも言ったんだけど、はい、体温が上がる、はい、上がる場所を違うところで待ってたら、はい、走んなきゃなんないね。走ったら怒られちゃうね。まあでもそれは経験でちゃんとそこに自分の身を持っていけるっていうところですよね。経験はだから十何年前は経験なかったから、うん、あ、そうか、馬の経験はなかったからだから競馬場もそういう日が上がって日が落ちるなんてもう分かんないで来てるから、はい、だからそれはもう全然偶然。でもそれだけ2006年からずっと豆に通ってきてくださって、はい、で十勝観光大使としての役割を写真を通してすごく発信してくださってるっていう、その一番発信してんじゃないと思いますよね一番発信。その情熱が続くっていうのは、あ、もう周りにいる、はい、競馬場の人とか市の人とか、はいはい、僕の周りにいるその競馬に万栄競馬に携わる人たちがすごく優しい。そういう人たちが少しだけどこうみんなできることをしてくれたっていう、まあその繰り返しですね。撮ってくださるから私たちも何か先生の写真を発信したいと思いますし、そのやり取りがここまで来たという、うん、そして写真集も出したよね。そうですよね、馬の写真だけでもそうですけど広告も兼ねていろんなのもポスターもあります、うん、カレンダーがあったりとか、あとガイドブックの騎手のプロフィール写真も、あれはね先生ですよね。あれ撮りたかったのそれは知らないから、みんな僕のことを知らないから僕も顔を覚えてもらわないと邪魔だよおじさんとか言われるから、だから若い人が増えてきたんでちょっと撮らしてって言って撮ったんだけどね、はい、僕が競馬場に通えた一つの理由は坂本東一さんっていう、はい、当時一番強かった、そうです。あの人はね必ず声かけてくれるの、どっからでも当時。それで東一さんがなぜか目立つんだよね、写真の中で。そしたら強いんだよね。僕の写真でずっと見る統一さん、小原さんとか西さんとか、はい、鈴木さんとか、はい、強い人がいつも写ってるわけ、うん、だからそういう意味で覚えちゃった。ちょっと話が次々と行きたいところなんですが、そろそろということでまた次回にご出演いただくことになります。もう次の話も楽しみにしています。今週のジャガーばんば魂は写真家で十勝観光大使でもいらっしゃる山岸伸さん、お話を伺いました。ありがとうございました。こちらこそ。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか8番目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、ばんえい十勝。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー。機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ。やっぱり食べたい十勝名物豚丼。絶対行きたいショッピングモール。そこはどこ？帯広競馬場十勝村。競馬に競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパーク。競馬競輪オートレース、楽しめちゃうのはオッズパークだけさ。オッズパークだけなの。競馬に競輪オートレース、オッズパーク、今すぐダウンロード。ばんば魂。はい、山岸伸さんのインタビューを聞いていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。後半もお楽しみにっていうところなんですよ。かっこいいですね。本当山岸先生はですね、感情とか愛情とかね、情熱とかっていう情がすごくあるというね、そこがまあ一番の魅力なんじゃないかなと思うんですけどね。次回も楽しみにしていてください。はい、僕もね望遠レンズ欲しいんだけど望遠レンズ高いんだよな。何今ボソッと重いしね、サンタさん来たらいいですね。いや、サンタさんの前に自力でね、ゲットすりゃいいんじゃないですか。私他力本願だからこの勝ち馬投票券で夢をゲットするみたいなね、いいつなぎで。で、ラジオネームゆうさん、持っている写真の枚数はクリアさんよりは少なく2000枚ちょっとです。携帯にね撮っているのはほとんど食べたものです。外食した時には間違いなく、お店の写真と食べたメニューの写真を撮っていますということで、ありがとうございます。やっぱり1000枚以上、1000枚2000枚っていくんですね、皆さんの携帯。いや、だって1回に5枚とか6枚とか撮るんじゃないこれね。撮ったら消さないの？消さない。めんどくさいもん。あ、そうですか。私ね、携帯落としたらとか考えちゃうから、落とした時とか見られたくないなと。落としたらだってロックかかってるからそんなの全然外せないと思うよ。ロックは信じるタイプなんだ。ロックはロック信じないから信じる信じないとかね、もう最先端の技術だから。そっか、こんなのあれですよ、こうなくなったりして見られたらどうしようとかってね、ロックは解除できないです明治時代の人だからすげえな、ロックは信じない名言だと思いますすいません。さあ、それでは、20日開催のメインレースオータムカップの予想をしていきます。それでは杉山さん、出走馬の紹介をお願いしましょう。はい、紹介します。20日日曜日のメインレースです。11レースオータムカップの主走メンバーです。1番ミノルシャープ鈴木圭介、2番甲州ハレガシー藤野俊一、3番インビクタ船山クランド、4番目白剛力西健一、5番ゴールデン風神赤塚健二、6番海瀬ドクター西翔太、7番目室ボブサップ阿部武富、8枠8番アーティウィング島津新、8枠9番松風雲海藤本拓海。以上、今年のオータムカップは、9頭によってのレースとなります。そしてレースの前日19日土曜日の十勝毎日新聞掲載ネットバンバ金太郎の予想を見てみますと、5番のゴールデン風神に20丸、1番ミノルシャープに丸、上から2番高所ハレガシー、3番インビクタ、7番メムロボブサップ、この辺りに印がついていますというオータムカップですよ。さて、はい、決まってるんですよね。もうね、決まってますよ。私栗の予想する予想ができる私。いやそりゃそうだ。だって僕の予想の仕方はぶれないからね。そうですね。どうぞ。はい、で、今回はね、天気予報も重要となってくると思うんですよ、僕は。珍しい。いや、その理由はね、はい、ちゃんと話をしますけれども、はい、明日は晴れのち曇り、土曜日雪のち曇りという予想なんですよね。で、日曜日は曇り、はい、これね、だんだん馬場もね軽くなってくるんじゃないかな。あるかな、そんなに降るかな。いや、神雪が降って、はい、そこで一番負担重量の重い、このメムロボブサップが、重量が軽い馬たちをね引き離して1着ゴール、本命はメムロボブサップ7番でいきましょう。今回はね、メムロ町出身なので僕は。メムロ町出身だからなんですね。そうだよ。十勝メムロコーンチャーハンの親善大使ですから。あ、そうなんだ。親善大使じゃない、応援大使ですからね。皆さん、コーンチャーハンもよろしくお願いしますね。それと、2着に入ってくるのは、やっぱりね、鈴木健介騎手は勝負強い、ミノルシャープ。あれ、そうなんだ。9番じゃないんだ。いや、そしてさらに9番も、だから7179でいきます。あ、2点買いですね。そうだって、匠さんは外すことできないから、もう電話でね、俺のことを応援してくれてるんだってみたいに。で、これでラジオでいつも僕は匠騎手にね予想してますからって言って外したらさ、あれでしょ、鈴木圭介、昔僕の5つ上の先輩でなまらの悪いおっかなかった、先輩の名前がミノルっていうのよ。だからでもね、強いのその人。だから7179でいきましょう。じゃあエピオンは。私はですね、ネットバンバ金太郎の板垣編集長とかぶってしまいましたが、ゴールデン風神からです。これ人気になるのは間違いないと思うんですけど、やっぱり調子がいいからいけるんじゃないかなと思って、ゴールデン風神、もう1頭が2番の甲州ハレガシ、これ乗り換わりなんですよね。富士の条件に乗り換わり、そして、成績もまあまあなんですけど、ちょっと引かれるところがあるので2番の甲州ハレガシ、もう1頭がインビクタです。インビクタは、船山クランド騎手が手綱を取ります。1着4着1着、そして前走は競争中止というところなんですけども、順番からいくと次勝つんじゃないかなと思って。なるほど、そうなんで、軸としてはゴールデン風神なんですけれども、でも、2番3番5番馬服でボックスでいきます。またもう本当にそういう世代だからボックス踏んじゃうんだね。世代って何ですか、世代って。ディスコのフロアでボックス踏んじゃうんだね。ステップやめてください、そういう年代差別するの。僕は、あれですから、ネットバンバ金太郎大先生の予想とかぶったとしても、僕はそこは外して独自に行きます。僕も押したいですよ。だっていいと思いますよ、ゴールデン風神、だけど僕はあえてやっぱりメムロボブサップ、ミノル先輩のミノルシャープ。そうでしたっけ。そのミノル先輩がさ、花火大会に来られてて、でいきなりクリア君、どうもみたいな、誰かわかんねえな、おいどうしようと思って、俺ミノルって僕知ってるミノルさんっていうのはお一人ぐらいしかいない。そうほにゃららミノル、あ、マジっすかみたいな、それ以上は怖くなかったですか。もうすんごいナイス、まあ、僕より年上ですけど、もうナイスガイになってました。いいですね、味がありますね、昔悪かった人。結構いますか、僕の周りにね、昔悪かった人。僕も悪かったんじゃないんですか。いやいやいや、やめてくださいよ。はいね、ということで、はい、この様子はですね、様子というか結果は月曜日のトカジ魂778でしっかりと振り返りたいと思います。7179、僕はね7179ですよ。はいはい。エピョンがボックス、はい、私は235、はいはい、235のボックスです。はいということで皆さん、明日からね月曜日までまたまた万栄競馬のレースがね始まりますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います、ね、お出かけの方は本当に暖かくしてお出かけくださいね。そうよ、暖かくして、そしてスタンドで冷えたビールを飲むっていうのがね、はい、一番いいんじゃないのかなと思います。はい、いいと思います。はい、暖かいメニューもね、うん、ありますからね。はい、はい。ジャガー馬場魂はスマホアプリ、リスンラジオ、 YouTube、 ポッドキャストでも配信しています。ラジオの本放送を聞き逃した際は YouTube、ポッドキャストでもお聞きいただけます。そして今日ご紹介したレースは月曜日4時からの放送のトカジ魂778、結果の振り返りを行うので、そちらもぜひお楽しみに。もうたくさんね、勝ったら何か考えましょうか。たらればね、はい、うん、来週のバンバ魂は27日日曜日に行われる重賞レース BG3 第13回ドリームエイジカップの特集をお届けします。出走予定馬に騎乗予定の騎手、調教師のインタビューをお届けします、まあ、ということで、皆さん来週の金曜日も4時半からねバンバ魂やりますので、はい、メッセージを送る準備を万端にしてまたね、バンバ魂楽しんでいただきたいなと思います。競馬場でどんな写真撮りますかみたいな、そんなメッセージもね、こんな写真撮りましたとか、そういうのも教えてもらいたいですね。そうだね、うん、僕は競馬場で娘がね、お馬に人参をあげてるところを盗撮しましたけれども、可愛い。ちゃんと撮ろうよ。いや、まあ、怒られるから。今度私もじゃあ人参あげるところ撮る。いや、魔除けになりますよ、私の写真。エピオンなのか馬なのか間違える可能性があるんだよ。あ、エピオンだと思ったらね、馬とであれみたいなね。確かに、はい、お後がよろしいようで、それではねよくないまた来週もお会いしましょう。お相手は栗山聖良と杉山悦子でした。それではさよなら。さよなら。バンバ友達バンバ父ちゃんじいちゃん私はサンバ彼氏はバンバジョッキーわがまとかじバレバレみんなの前へと勝ちみんなの前へと勝ちみんなの前へと勝ち1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。残り10メートル、8番の目白剛力先頭だ。一馬身とじわりと突き放して、残りわずか8番、目白剛力です。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。ジャガ、バンバ魂。この番組は万栄十勝の提供でお送りしました。